为借由音乐，我们认识了彼此，拉近了彼此。好，然后这一切，我觉得，我代表新乐团，我们要在这边感谢我们的大爷，都走。2007年に中国の北京に転勤したんですね。その時、まあ中国語ももちろんできないし、家でテレビを見ていると、音楽が好きだから音楽番組にチャンネルを合わせる。そうするといろんなこうグループや歌手が出てきて、で、結構、あ、中国いいこう曲あるなというのがこう分かってきたんですよ。一番私すごいびっくりしたのは、その新ユエとこのスラドヤアイという曲があって、新ユエタンのボーカルの声はものすごい強烈で、僕は本当にびっくりしまして、僕は自分がバンドをやっていて、イギリスのバンドの曲とか僕ずっとやってましたけど、実はイギリスやアメリカだってあんなすごい声が出る人ってそんなにはいないんですよ。実は演奏もですね、それぞれの楽器うまいんですよね。だからこれはすごいバンドだなと思って、それで中国の音楽がどんどん好きになったという感じですね。2008年の12月になって北京から無釈に向かって飛行機に乗ったら、なんとバンドのメンバーが同じ飛行機に乗ってるんですよ。それでちょっと離れたところにいるんで、そこの隣の人に座席変わってもらって、実は大ファンなんだ、これにサインしてほしいって、でそれで自己紹介して、でまあ彼らも北京に住んでいたので、あ、じゃあ今度一緒にご飯食べようかっていう話になって、彼らの聴いてるイギリスのロックと僕が好きなロック同じなんですね。すごく話が合う。で、カラオケじゃあ行こうかって言って、僕が彼らの歌を歌うと、もう本当にびっくりして。没有你我睡不着。忘记你我走不了我爱你无可救药。日本人でその新谷さんの歌を歌うやつがいると、まあ発音すごく悪いんだけど。ということで、こうロック仲間としてすごく親しくなって、でそこからこう付き合いが始まったんですね。今ももちろん続いてますが、僕は2年北京に駐在をして2009年に帰ってきてですね、あの中国語のカラオケを歌うとい こうグループがあるのを発見したんです。20人から30人くらいが中国語のカラオケがあるカラオケに集まって、中国語の歌を自由に歌うという会になっております。またあの日中カラオケコンクールという、中国人が日本語の歌、日本人が中国語の歌を歌うというカラオケコンクールも年に一度ありまして、その大会に出られるよう頑張ろうということで、皆さんで中国語の勉強をしたりしてカラオケコンクールに臨んでいます。参加了几次他们的活动，就是让我就是比较吃惊的是，他们会唱的一些歌我都不会唱。他们就是喜欢到这个中国的歌，喜欢到那个程度，是我都达不到。それをきっかけで小野さんと仲良しになって、こう一緒に一昨年かな、一緒にライブも。日本のバンドは僕らですけど、その中国の若い人たちのバンドと一緒に、まあ、ライブをやる。就形成了一个我们这种日中通过卡拉 OK 交流的这样一个小的团体。一个难得的一个，我觉得是一个很感动的一个时刻。大家拿手机记下来，然后呢，我们有一个小小的礼物 for you。那因为大爷是弹吉他，他也弹吉他，
所以我们大家在上面把我们最诚挚的感受就是签名写在上面，然后我们希望送给大爷做纪念。たくさんのお客さん集まってくれて、まあ本当にやってよかったなと彼らもまあ思ってくれてます。まあ音楽を通じて、まあ日本人と中国人が同じまあ考えのところ、共感できるところがたくさんあるという点を通じて、まあ音楽という文化のほんのちっちゃなところですけれども、友好に貢献できればいいなというふうには思ってます。